勝ち抜きボスバトル中ボスオールスターズ2 ボムに戻ってくれてよかったよ。よし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 、残り4、これだったらいけそうだな。上に行く。あー、セキュリティサービス、お前なんでいいんだよ中ボスだったけどもさ、君は確かにセキュリティサービスまで来やがった中ボスだったけどさ、もっと他にいただろ、ボンカースとか危なーい。でも格闘王への道ほど、道と同じくらいの難易度だ。慣れればわかる。あ、やばい、自爆するこいつ。さあ次だ。誰？ポイズンブロスね。なるほどね。ポイズンブロスは、早っ。ボムが強いな、単純に。俺当たり引いたか？もしかして。さあ次、ボンカスかな。ああ、散々言ってたボンカスだ。初歩的ミス。はい。オッケー。まだあるね。まあでもいい感じ。ボムが うまいこと刺さってる。さあなんだ次は。テレパトリスか。そういえたな、お前。苦手なんだよな、テレパトリスは。攻撃は当てられない。ボムの軌道を変えて投げる、これを当てていくしかないね。落ち着いて。落ち着いて、真下に潜り込む。真下攻撃は少ない、テレパトリスは。学んだことを活かしてけ。学んだことを活かしていく。ああ！中一回転したか。中一回転しちゃったか。うわあ！思いのほかテレパトリスに苦戦してんじゃねえか。上！よし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 。結構、ここ苦戦したな。メタナイト防具、カイ？あ、そうか。カイがいたか。いやー、メタナイト防具、カイか。残り3。メタナイト防具、カイ。まさかの、メタナイト防具、カイが来るとは。カイ来たか。メタナイト2回目やで。スージーにいいように利用されてんな、お前。リーチ長いな、お前。かっくー。ゆっくりだ。マキシムトマトもあるよ、サブに。ただ、ここまで来たってことは、ハルトマンもあと少しなんだよね。オッケーいいよ。これは溜めてくる。あー！そういう攻撃か。やばい。立て直しが苦手だ、俺は。立て直し苦手なんだよな、相変わらず。まあ、まだ大丈夫だ。こっから。そうかー！なんか出てきたなー。そんなあったわ。やばいなー。あぶねえ。いてえ。この時はここがアンチか。でも次は違う技。あぶねえ。行かなくてよかったー。自由自在に操るよね。剣圧。くそ、分かってたのに。やばいな。これマキシム使う可能性あるな。大丈夫。剣圧。
金圧。今。ぐはー、痛いなこれ。衝撃波で、レーザー乱射。ボン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 。大丈夫大丈夫。メタナイトでゴーもできてるんだから大丈夫だ。割と思いのほか戦えてるから。思いのほか戦えてるぞ。ボム。ボム。ボム。オッケーよっしゃー、オッケー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 。あと残すとこ2体だ。あ割れた。やーん、プレジデントハルトマン。回復アイテム使わせてもらうか。あー、でも結構回復したね。さあ、ハルトマンといえば、携帯が多いんですよね。いや、やばいなー。残り2体まで来たけど、待って。ちょっと待って。ハルトマンで残り2ってことはさ、どっちか待ってるよね。さあ、長丁場が予想される、プレジデントハルトマン。来たか。こいつメタナイトでも苦戦したんだよな。プレジデントハルトマン、危なくなったらガード。こいつはね、動きね、苦手なんだよな。まずボムを当てる位置にいないとダメだからな。まあ危なくなったらガードしよう。さすがに。攻撃を当てないと、とりあえず。で、数字、ミサイルが、こう飛んでくる。札束来てんね。痛い。ボムがどっか行った。ちょっと待って、はめられてる。ダメ、ダメージ与えづらい。ハート待って、こんなダメージ与えづらかったか。ハルトマンってこんなダメージ与えづらい敵だったっけ？もう半分切ってんのか。しかもこいつ第二形態もあったよな。あー来た！部下呼んでくんだ。部下呼んでくる。で、この時はまだ戦えるよね。まあ、あんまガードすると、ちょっとガードで削られてんな。くぅ、使うかマキシム、そろそろ。マキシムの使いどころめっちゃ大事だな。ハルトマン苦手だったんだよな。危惧はしてたんだけどさ。札束、今のうちだ。で、ジャンプ。帰ってくるかな。置いといて、ジャンプして、おーっと危ない。置いといて、置いといて、置いといて。オーケー、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 オーケー。まだある。あー、これか。レーザー、レーザー。レーザー気をつけて。レーザー来るから。回って。危ない！レーザー危ない、レーザー危ない。レーザーなってくれたらもう、あの余裕よ。
今の HP で。来るね。隙がある、これは隙がある。で今も隙ある。隙を狙っていけ、ボムで隙を狙っていけ。マスター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 、あとちょっと。あとちょっとだよ。ガーン！大丈夫、いける。ジャンプ、ボム、オーケー！マキシム残したんでかい。よっしゃ。ん？ん？ん？おぉ！おぉ！まさか星の夢が出てきたりしないよなぁ。まさか星の夢が出てきたりしないよなぁ。まさか星の夢が出てきたりしないよなぁ。あはははは！星の夢が残ってたでも、マキシム残したのはでかいよ、ここで。えらい。じゃあ、使って、マキシムも使って、星の夢を倒そうか頑張れ、シューティング！ラスト、星の夢だ！さあ、ラストバトルだ。ラストがシューティングになるとは誰が予想しただろうな。しかもこの携帯からか。星の夢。勝つか負けるか。ここまで来て負けてしまうのか、それとも、勝ち抜きが達成できるのか、勝負だ！くぅ！ハルバート！シューティングの方が一応できるっちゃできる。シューティングの方ができるっちゃできるんだよ。で、これは B 長押しでいいんだよね。来たね。こうで。残党は意外と処理していい。意外と処理すると A でミサイルが撃てる。ただ、ちょっと残党がこっち来てんな。これは避ける。撃ってくる。しゃあない。来た！何してくんのかわかんねえ。危ねえ！ 3 形態ある星の夢だからさ、かなりこれきついぞ！ 3 形態あるのは。よし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 。なんだっけ？こっち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 。バリアを剥がそう。よし、壊せる。A。溜まったら撃っていく。あぶねー！最後の最後にこういうシューティングあんのね。嫌いじゃない多分他のプレイヤーは嫌だと思うかもしんない、これ。こういうの見たら。俺はね、言うよ。嫌いじゃねえそういう計らい、嫌いじゃない。最終面にふさわしい、いい難易度じゃねえか
これでもシューティングいきなり混じんのは本当に予想外だよな。あ、ガードないからな。回避がある、一応。オッケー、第一段階突破。ただまだまだこっからや。星の夢は。さあ。見せてくれ。見せるわ。見せるしかねえな。ここからが本番だ、星の夢の。来た。不思議な光線を避けていって、接触攻撃は基本的にないと見ていい。大丈夫大丈夫、焦らず避けることに集中すれば、シューティングのゲームの基本なんですよ。避けることに集中すればいずれ倒せるんですよ。なんで、まあ、タイムは気にしない。本当の人は多分タイムも気にするやろうけど、今回はクリアが目標なんでね。これ壊せるね。ああ食らった。もったいない食らい方したな今のは。壊せると思っちゃったからな、もったいないな。避けることに集中、そうすればいずれと星の夢の HP は削れていく。 OK、 いてえ、ガンってなったぞ。半分半分か。ちょっとしょうもないところで食らってんのがまずいな。来た、オリオン座食らってんな。オッケー、かわしてる。できればマキシムトマトを温存しないとダメだ。マキシムトマトを温存して、手出てきたな。おお、冒頭のやつじゃねえか。とりあえずこの携帯をとっとと突破したい。ギャルティックノーバーまで行きたい。来んじゃねえ、来んじゃねえ、来んじゃねえ。よし、いた。さあラストだ。いやあ、ギャラクティックノバくん、マキシムトマトもあるよ。今日マキシムトマトあるよ。終わらせる、初見でクリアしてやる。シューティングゲームの方が得意って、ゴー！そう！これ、時間内にクリアしないとダメなんだ。1までに、5、4、3、2、1までに、やらないとダメなんだ。で、これは壊せる。よし、壊した。で、吸収して、A 押して、今のうちに。4！ !5、4、3、2、1 までに耐えないと、次の攻撃で死ぬ。タイムアタックを求められてるからね、これ。落ち着いて。よしよしよし、吸収。吸収して、撃って、3！で半分、いい
いいとこ行ってる。で、これ噛みついてくる、噛みついてくる、噛みついてくる、噛みついてくる。わかってる、わかってる。あー、それまずい。いやー、壊せなかったの痛いなー。今のは。ここで2位か。2位。豆電球ね。ピカッと光って豆電球ってなー。オッケー、早いね。それでかい。よし、マキシムトマト、オッケー、いったー、いったー、ビクトリー、イエーイ、いけたねー。いやー、11体。あの、ボスが順番に来るのがね、ちょっと個人的に優しかったのと、回復アイテムがね、随所にあった今回の場合は。マキシムが5つとかじゃなくてさ、回復アイテムが随所にあったのはね、割と良かった。いや、苦戦したボスは、デデデと星の夢。多分、星の夢は確かに誰でも嫌やって言うかもしれんな。やったー。倒したー。え？え？嘘？嘘でしょ？マジで言ってんの？